さあ、今回はですね、トップ4の皆さんに、まあ、小学校のね、レベルなんですけども、テンション低っ。知やりたくなさ力そう。自分かテらス提案ト。したくせはい。に。今日はね、あんまりこのゲームをしたい気分じゃなくて、そういうふうそうにいよっしゃ。う。こっから参考ゲームあるからね、ガッツさん。そうよ。俺の今回トップバッターだけどね、前回ちょっとトップバッターでデボアやって、みんなの瀕死度やばかったのね、あの後。ちょっと反省してるので、今回は、大変だったからね。手は休めてもらって、頭だけで今回やっていこうかなと思そっちの方が疲れるんだ。絶対殴らずに疲れないんだよ。そうかそうか。いやでもこれは簡単ですよ、これ。日本地図を、みんな順番で埋めていこうという問題です。いや4いやいや、人も集まれば。もうバカって言われんだから。まあバカって言われる可能性。そうだよ。言われんのよ、絶対。まあいい大人たちですよ、我々。さすがに常識だと思うわけですよ、こんなの。4人も集まれば埋めれないわけ もまあないという確ことかに4人いるからね。ね。まあ、各、確かに。ね、各それぞれ担当すればいいわけで。こんな学んでから何年経ってると思ってる。そうだよね。まあね。でも、桃鉄とかさ、結構。そうそうそう。もう実は県名が出ないんだよね、あれな、そうだよ、ね、実は。地域名だもんね、そうなんだよ。俺としては桃鉄やってないけど、そんなに。やってないからね。いやいやいや、そのせいです、ね。あの二人ができて当然だ。だから県名出ないんだ。県名出ないから分かんない。あんなに房総半島ぐるぐるしてたんだ。本当だよ。県名出ない。あれ通らないよ。おお、キッキッキッ千葉は禁止だっつーの。じゃあとりあえず行こうか。でも我々の出身が偏ってんだよな、関東と関西しかいないからさ。でこれどういう答え方すんの。これはだから例えばキヨ君いなかったの今。あそうか、いなかったんだ。関西しかいない。お前でも一番でかいとこしか知らんやろ。だってそもそも。いや僕は難しいところ行きますよ、ちゃんと。マジですか。俺も難しいとこ行きますよ、はい。じゃあ、一応、順番で、1番から行くんではなく、それぞれ順番が何番を指定して、その答えていくにしましょう。そうじゃないと、ちょっとね、自信がないとこあると思うので。そうね、最終、自信のあるとこから埋めていくと。そういうことですね。半分以上自信ないけどな。俺もないけど。まあ、とりあえず、じゃあ、トップバッターは、私で行かせていただきます。なんでガチだ。なんで、俺の動画じゃ。何言ってんの。俺の動画じゃ。いや、最後でしょ、4番でしょ。最後。なんで最後、まあ、じゃあ1番誰がやったじゃん。じゃあ、もういいよ、じゃあ俺やってあげる、トップバッター。あげるか。ああ、じゃあいいよ、いいよ。じゃあ、何番いきます。いや、これね、むずいところ言ってあげた方が多分いいと思うのよ。そう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 。さすが。ほんとその通り。なるほど。急さま式だ、急さま式。いいよ。うん。だから、ゴニョゴニョっとした。うん。1番何今の振り。何がだよ、お前。ここが何だって言うんだよ、お前、そもそも。投げ振り。まあ、いいよ。何どこ。ガシャホロライブで出てたよ。ホロライブじゃないよ。予測変換出まくってる。あ、これ出るのか、これ。まあ、俺、VTuber やるからな、まあな。宝石取ってますね。はい。1番。もう勝ちたの予測変換に今出てたの。出るんだよな、これ。まあ、出てもいいぐらいはいいよ、初めぐらいは。エロワードがやばいな、エロワードかな。いいっすね。はい、1番。ここ時間かけるとこじゃないもんね。はいはい。北海道はでっかいのまあそうっすよね、ここ北海道ね。そうっすよね。北海道ですね。はい。まあでもこれ、答えが出た時のリアクション、そういう感じなの。あ、いやいや、まだ当たってくるか分かんないよ。答え合わせしてないもんだって。ああ、まあ確かに、これが正解かどうか分かんない。なるほど。まだ分かんない、分かんない。出身なんだけどな。違うかもしんないんだ。違うかもしんない。じゃあ、しゃあねえな。俺も続くぜ。うん。お2番、青森。ずるくないよ、順番でやったんだよ。ダメ、東北はダメだよ。じゃあ、東北いいよ、牛、どうぞ。いや、俺、関東と東北しかわかんないんだから。あ、そうなんだ。俺、ほんとね、西に行けば行くほど多分わかんないわ。いや、俺もそうかもしれない。俺は西の方が得意だね。西の方が覚えたの。じゃあ、西やるよ。2番取るな。だから、難しいとこから行ったの、自分の中でね。あ難しいのって言ったじゃん。じゃあ自分3番いいっすか。3番いい順番通り。はい、順番通り。まあ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 3番は岩手県。おお、いいですね。まあまあそうですね。
ちょっと待ってね。なんかちょっと怖いから予測変換消していい？やっぱちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、いいよ。はい、大丈夫です。はい。はい、うん、予測変換切りました。じゃあ、ね、これ順番で言っちゃったらなんかあれじゃない？いやまあそう、どっからでもいいっていうあれやってるから、まあね、順番で言ってもらった方が俺は助かるけどね。じゃあ俺得意エリアだからさ、まあ、こう右半分苦手なやつ消していきそう、ね、言ってもらってもいいけど俺は。じゃあ5番のいかせてもらっていいですか。あ簡単なのいくな。いや上から埋めるじゃん。じゃあ秋田で、はい、4番自信ないんだ。いやいやいや、だから俺は順番通りいかないだけでさ、なるほど、ね、1個飛ばしたんです、はい、え、これ順番には。いいんだよね。自分は、まあ、自分関係ないですよ。だから俺は順番待って。うん、俺はたまたま逆に言うとだから俺が4を今言ってもいいわけでしょ。あ、全然大丈夫です。4番分かりました、うん、私も。うん。ガスさん分かんの？分かる分かる。あのよく旅行に行ったもんだって俺。ここに2回ぐらい。うん、じゃあはい。いいっすか。ないもんね。うん。17番。一気にいたな。はいはい、17番。はは17番。あー、なるほど。あ、そこも分かるわ。石川。このね、わかる、うん、このフニットね、はいはい、うん、はい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 、次しゃあねえな、俺が背負うか、はい、いい、いいとこ行って、いいとこ行って、背負うってなんだ。47沖縄ダセー、しょうもねえとこ行くな、背負わせてもらうから、しょうもねえとこ行くんじゃねえよ、一番重いに行くから任しとけってマジで。まあ言うな言うな言うな、お、大丈夫だから俺は言うな。何も言わないよ。言ってないよ。背負うから。じゃあ俺かな。はい、しょうがねえな。お、これ俺しかいねえか。いいね。いいよ。やっぱなんか今まででかいとことかさ、うん、そのなんか分かりやすい特徴があるとこばっかり言ってるじゃん。はい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 、はい、まあ、そう、なんかもっと真ん中ら辺とか関西とかのなんか密集してるところの方が、はい、俺この辺ちょっとやばいな俺、はいはい、関西苦手って言ってたのに、はい、どっちがどっちだみたいな感じになるじゃん、うん、あるある、これある、あるあるある、うん、じゃあ15番15番。出た、何だったんだ今の句。新潟県です。全員やってる下りなのそれも覚えやすいやつあるもんギザギザっとしたやつが。じゃあ佐渡島ね、上のやつは、うん、そうね、佐渡島ですね、このね形ね、ちゃんといいね、なんか行ったことあったりしたらそういうね、のも入れていくのもありだね。そうそうそう。じゃあちょっとあれ待って、ちょっと自信なくなって自分のとこ、自分のとこでもいいからね、自分のとこ、ああ自分のとこね、自分のとこはさすがにわかるじゃん。なんかちょっと俺、ね、当たり前のように言いかけて、もし違ったらどうしようと思っちゃった。まあ自分のとこ行くか。自分のとこ外したらちょっとやばいぞ。いやもうさすがに、じゃあ俺は、お前らに大丈夫でしょ、お前らに取らせない。11番埼玉県行きましょうね。うん、そうね、わかんなかった、もしかして、はいはいはい、あ、わかんなかった、ちゃんとよく見たんで、うん、大丈夫、まあ取らせないですよ、埼玉、ね、いいですよ、もうサクサク行ってみようね、サクサク行っていいですよ、いいよ、うん、じゃあ12番、12番、はい、はい、あー、千葉君と千葉県で、そうですね、形がね、千葉君、ね、です ね、 ね、はい、いやこれはまあ、はいはい、どうぞ、あいつでかい半島あるとこ得意。いやもう確かに。本当だ。半島マニア。本当や、うん。じゃあまあ、牛もなんか地元というか関西とか苦手そうっぽいこと言ってたし。うん、行こうかな、自分のとこ。マジで自分のとこ行こうかな。あ、結構難しいですよこれ。いいとこ、いいとこ。25番滋賀。おーおー、あ、これは本当にありがたい、わかんないこれ本当に。でもなんか今、まあ、色変わる前に湖みたいなシルエット、言うな言うな、琵琶湖の話をするんじゃないよ、ないじゃん、牛ないじゃん、今消えた、白い時あった、白い時あったの、なんか牛よくな、なんか見るんだよな、なんかあったもん、シルエット、色にちっちゃくあったもん、あったもん、ないじゃん、赤じゃん、赤じゃん、何言ってんの、怖、今ありますかって話、怖、怖ー怖ー、おい、次、あ、次の方どうぞ、どこにしようかな、マジで左側わかんねえな、まあわかるところでいいよ全然、ほんと、うん、俺は四国置いといてほしいからな、俺これは自信あるから、四国か、四国か、四国はまあわかるかな俺も、だじゃあ4番もらおう、4番、あー、はいはい、いいね、4番宮城県、ね、あー4番ですね、宮城県、リオタね、宮城県、そうそう、はーい、宮城県、
じゃあ埋めてっちゃうか。そうね、そうなんだ。そう、うん。それは確かに分かりやすいね。そうそう。だその周辺だから強いんだよな。あれ？なるほどね。そういうので強さがあるのか。あれ6番ってなんだっけ？ああ6番はそっか。はい。6番分かるかな。6番埋めちゃうかな。北が埋まってくる。北が埋まってくるね。6番いや。エリアがなくなる。山形県。あ待って山形だね。山形県でね。あれいいじゃないですか。自信ないけど。自信持って。うん、自信持ってください。山形だね、確かね。はい。これって間違えた場合どうすんの？確かに。答え合わせで最終的にもう答えまで行っちゃうってこと？これ。もう全部出てるのかな？全部出てる。でもさ、はい、間違えた場合同じ場所が2つとかになる。いや、そういうことはありますよ。それそのまま行くんだよね。多分行くんだと思う。わかんない。流しで行くってこと？はい。入れ替えないんだよね。ここはここじゃないっていう。あ、ここはね。今んとこは間違いないと思うけどね、多分。まあ、まだ。だって半分もやってないからね。で簡単なとこしか行ってないから。密集中誰もやってないからね、まだね。4人も集まってんだよ、俺ら。うん。ちょっとちっちゃいとこ行くわ。うん。お20番。20番。はい。20番。でけえな、お前。長野県。いや、まあまあ、まあ、でかいっすね、うん。残ってるやつで一番でかいかもまあ、関東は俺得意かな、まあ、まあ普通は誰も得意か。関東はね。あ、でも、まあ、住んでるしね、うん。自らの故郷行くか。はい、はい。京都のふりしてたな。そうね。26番。26番。おお本当に。はい。京都ですね。ここ京都。ここ京都です。滋賀と隣で。ちょっと俺この辺やばいんですよね。ありがたいですね。ありがたいです。この辺やばい。確かに滋賀と京都はマジでディスり合ってるからね。気をつけながら。そうなんだ。マジでディスり合ってる。お互いディスり合ってる。琵琶湖の取り合いだっけ。琵琶湖から水もらってるっていうお決まりのそうそうそう。それ一本で戦ってんだから滋賀。やばいな、うん。それと TM レボリューションだけで戦ってるから、ね。すごい予備知識あるな、ちゃんと。さすがにね。はい。次はまあ、まだわかるね、ここら辺は。まあまあ、じゃあ、そうだな。俺もちっちゃいとこ行こう。おう、これかなりちっちゃいんじゃないかな。どうだ出た ?13 番。13番。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいぞ。ちっちゃい。ちっちゃいな。ちっちゃいと言う。ちっちゃいけど。東京。東京ってやつだろ、それ。人口ミス。東京。やったなぁ。ちっちゃいとこ行ったからね、でも。やったなぁ。ちっちゃいとこではあるね。マジで難しいのだけ残っていくじゃん。やばいなぁ。そうだね。誰が初めに外すかがポイントだなぁ。そうね。外したくね。じゃあ俺は自分の県から近いところ埋めとこうかな。そっか。じゃあ10番ですね。群馬県。あ、いいね。群馬。ここら辺ちょっと俺怪しくなってきた。8、9、10はちょっと3連単で覚えてるわ、ちゃんと。ああ。おぉ。これちょっと順、合ってるかがちょっと際どい。ちょっとね、9と8を間違える人がたまにいる。西行け、西。じゃあ西行きますか。あ、ほんと？はい。8、9はガチさんに任せるとして。はいはい。じゃあ46番。46番。うわあ、わあ、なるほど。これわかるよ。鹿児島県。はい。さあ。いや、誰も外してるとは思えないよね、ここはな。いや、ここは絶対簡単だよ。絶対外さないね。あ、うん、はいはいはい。うん、で俺か。うん。ちょっと待って。どこにしよう。いや、一応安牌から行った方がいいんだもんね。安牌から行った方がいい。そうね。うん、四国得意だよね。あ、じゃあ俺らが行ったことある場所を言おうか。はい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 。おお、42番。42番。はい、長崎ですね、これ。ああ、長崎。そうですね。そう、ハウステンボス行ったな。ハウステンボス、ね、行きましたね。運転手にいろいろ問題あったけど絶対に通さないゲートキーパーいたからね全然違うとこ何してるか。非常に見にしすぎてね、見てほしいもの見れなかったもんね。知らないハウステンボス連れてかれたね、話あったな。じゃあもう早めに得意エリアもう潰すね、潰した方がいい、うん、人に潰されるよりはね、はい、なんか人に言われるとちょっと嫌だもん。じゃあこれ福島県です。はい、すごい。東北がもう福島埋まっました。東北コンプリートしちゃった。コンプリートしたね関東ももう終わるぞ。じゃあ東北から上、いや本当でかいんだね。ああ、もうこっちはやっぱ分かりやすいから ね。そうね、やっぱ
でかいと分かりやすいな。じゃあ9番いきましょうか。埋めちゃうか。うわもう9番が、栃木ですね。入ってるが栃木。栃木が栃木か。そうなんですよ。海ない方が栃木って覚えてる。8番の発音間違えても本当怒られるんで気をつけてね。8番。そうなんだ。あそう。発音っていうか。発音っていうか。あっちの方ね。あっちの方ね。方ね、はい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 、あれ間違えて本当に怒られるんで気をつけて。怖。じゃあ。35番。35番。はい。おお。あそこか。山口県。ああここ取られちゃった。あそうなんだ。この辺はあんま自信ない。端っこって覚えやすいもんなのか、うん、そうなるよ。46もそうだけど、そうだよね、さくらんぼ、俺基本端しか行かないからさあなんか端多いやん。千葉も石川も北海道じゃあちょっとみんなが苦手な範囲に攻めていくわ。はい、はい、でちっちゃくて分かりにくいやつかな。あそうそこら辺いってほしいわ。あそうね、あ14番神奈川でずるいな関東は分かってる。任しとけって、任しとけ。背負うから。俺たちが4人集まって、外した剣とか、最後まで出なかった剣っていうのは、ちょっとかわいそうな剣になっちゃうんだよ。確かにね。じゃあちょっと、頑張って、みんな頑張って。外したらもう、そこに行って写真撮ってもらって、ね。そうね、それがいいわ。うん、マジか、うん、いやどうしよう、ほんとに。写真ね、今年中にそこ行って写真撮って、ツイッターにあげなきゃだめ。やだな。最初に外したやつはもう絶対やんなきゃ。日帰りでいいかな。そうそう、日帰りの方が嫌だわ。一番嫌だな。止まらせろ。の方がしんどいんだよ。さあどうする？もう近場ないんだよ。俺ももらうけどね、8は。あ、行く？はいはいはい。茨城県ですね。お、ナイスです。あ、発音ってどういうことなの？茨城なんですよ。茨城っていう人結構多い。あー、そういうことか。うん、大阪に茨城ってあるわ。あ、そうなんだ。昔 CM でさ、茨城、うん、茨城になんかハエがなんか止まってて、うん、茨城って言ってて、うん、そのハエが飛んでって茨城のコシヒカリって CM なかった？次行こう。次お願いします。次行こう。ガチさんカット。来てくれよガチさん。ちっちゃいカットはない。ないよ絶対。来てくれよガチさん。いやちょっと俺もちょっと自信なくなってきた。ガチさん余裕なかった。ガチさん早いって。確か余裕。いや。絶対まだいけるよ。いや俺まだいくつかあるけど。いや待って絶対ってどっちだっけ。ないな自信。マジ？え絶対ってどこだ？もう俺のシュートレンジはもう塗りつぶさんだから。ないない。あれ待って。左は本当に俺ダメなんだよね。あれ待って。俺はマジで関西が余ってるからマジで来てるよ今。俺は大丈夫と。確かに俺も山口周辺わかるな。確か、長野に くっついてて、上の方が豪雪だから、21番が岐阜か？あ、ちょっと待って。21。待ってね、ちょっと待って。確かそうだけど、そう。あれ、もう安牌持ってないのか。外してほしいな。まだ半分ぐらいだけど。四国は分かるんだけど。岐阜だった気がするんだよな。四国は俺のだからやめてね。上に長いの、うん、はい。じゃあ岐阜です。21番岐阜です。はい、まあ。岐阜大きいからね。大きいんですよ。そうね。行っていいですかもう。いいですよ。32番。32番飛びましたね。お島根。すげえ。ああ。こう。うわ、俺その辺ちょっとあやふやだもん。ね。上の島は確か沖ノ島なんだよね。おおすげえ。おお、島根と鳥取を間違える人多いけど、そこは大丈夫？そこは大丈夫です。うん、じゃあ、うん、34番。34番。あら、来るな。なんか、なんで今、韓国やれって。いや、行ったことある場所行くんだよ、俺。広島です。広島。あいつなんか人のエリア奪うんだよ。あんな四国得意って言ってんのに一個も言ってねえじゃん。いやこれここ修学旅行で行きましたから俺わかるんですよ。広島ね。そうじゃあ宮島ね、はい、ちっちゃいのやっぱわかるとこだと、はい、あんだな。東に近いとこだから19とか19、うん、これは山梨県。あおお俺そこら辺わかんないかも。確かに待って俺16わかんねえかも。あれ16、あ確かに16空いてんのか。16、18がちょっとね俺らやばいね多分。いつもやばい。なんか
日本地図で言うと、なんかあそこかな程度。まあまあ一応言わないでおこう、お互いに、ね、うん、本当に申し訳ないその件の人に。ね、俺はわからない。潔い。いや、うん、俺本当に多分そのうち間違い。最終的にあの、うん、なんだろう、穴埋めでいく。穴埋め。そう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 、どっちかだ、ね。最終的には、ね、東京法スタイルになっちゃうな。最後に残るって多分。どうしようかな。22と23、23の方が主要としてる。俺に任して。22これ伸びてるとこ、ここ俺分かるよでも。待って。そこは。牛の19番が合ってんだったら22が分かるって。まあまあ、そうだね。でもこれはちょっと。ずるい人のところ。あいつのファイトスタイル嫌だな。どっちがどっちか分かんないから、あんまり。こうね。これじゃあ俺が22番いただきます、ね。うわっ、おいしい。静岡ですね。ああ、富士山が。俺とガスさんの守備範囲がかぶってる。次俺だよね。うん、はい、40番40番もうそっち行く。あーそこにそこ取っとけよ。他行け。他行け。有名どこ行った。主要都市使うなよ。ビッグネーム来た。いやそことさ、はい、取っとけ。すいませんね、橋全部取りたいんで。まずマジか、はい、オセロみたいなことしてる。くそ、はい、ペイペイドームで、はい、じゃあこうか。ペイペイドーム、ペイペイドーム33行こうかな。33四国やいや、いい加減。俺の田舎そっちらへんなのよ。はい、あーなるほどね。岡山、はい、岡山。あーでも俺その辺の方がちょっとうろ覚えだから助かる。俺やばい、助かる。え、マジ、うん、うん、おばあちゃん家関係そこだから。はい、で岡山、千鳥、うん、そうね。じゃあ俺はもう特有エリアから行かせてもらうので、はい、23番、はい、お愛知だね。愛知、まあそうですね、そこは愛知主要エリアですね。これでもうなくなったかもしれない、得意なぞ。右から塗りつぶされてったから。そうね。もう安牌ここまでかも。まあまだいくつかはあるか、いけそうだね。ちょっと待ってね、ちっちゃいな。どうしようかな、九州行くべきかこれ。四国は置いてるから、ほんと困った時は四国行く。あれ確かいいんじゃない、もう40も、うん、せっけん止まんねえ。終わりか、終わりか、やばいやばい、寿命。 あ41番、41番、あーそうねな、41番ね。佐賀、まあ、あそこ一番ちっちゃいのかな、長崎の時点で ね、 な、隣って覚えてる。そうそう、まあ行った時に、はい、さあ相当減ってきたよ。佐賀通ったもんね、確か佐賀通った俺ら、うん、そう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 、佐賀通ったね。ちょっと気にしてたのに。でもう守備エリアがかぶりかぶりすぎるガチさんと。やばいな、もう、うん、31番、はい、あ俺そこわかん、はい、あ俺わかんない、あ鳥取か、あそうか、そうそう、鳥取島根で並んでるからね、うん、はい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 、砂丘ですね。そうだね、はい、もうでも得意分野行くしかないかもしれない、普通に。そうですね、そこはやってほしいな、むしろ。じゃあ普通にまあ多分27かな、これちっちゃいよね。27ちょっとクリックして、うん、27ちっちゃいですね。もう何を言いたいかはわかる、大阪です。まあそうだろうね。そうだね、そうそう、京都の周りを、はいはいはい、だいたい苦手な部分が分かってきたね、これ。もうごめん、俺も四国行こう。はいはい、うわ、うーん、もう結構きついよこれ。ちょっと玉切れ近いな。四国埋まったら結構怖いわ、最後の1個とかやばいかも。いやマジで16、18がさ、いやそこはちょっとやばい。いやそうね、マジでさ誰が回っちゃうんだろう。そこ空いてるのにあんまりみんな埋めようとしないもん。うわ、出てそうなんだよな。まだ出てない都道府県がもう思い浮かばなくなってる。ああそうね、そうね、それないからね、それはないからね、今のところね、都道府県の例題はないから。でもまあ大阪行ってくれたから28なら多分、はい、うわ、はい、あそこで、いいね、そこですね。何でしょうか。そこ兵庫だよな。そうです。そうかな。兵庫県。尼崎。あお。そう。甲子園。おお。神戸。はい。そうそう。
神戸県。いやー情報が浅いな全員のヴィッセル神戸もうこの辺に来るとあれちょっと待って勝さん待って、あー九州行くか、くすも四国行く、どっちかな。九州ちょっと俺怪しいな、怪しい。俺もガイさん九州行ってほしいな、確かに九州行ってほしい。ねあそこが確かに43、熊本県かな。あれ間違えたか、みんなが、うん、みんなわかんない。いや俺もさ、県名わかるけどさ、どこかどこか確信持てない、うん、どれがどれかわかんないわ。はぁ、熊本がこっちが当たった気がするな。43と44がわかんない、45はわかる、はい、じゃあ43、熊本です。はいはい、もう正解かどうかわかんないね。37番、はい、やったな37番上陸しやがった、はい、あー来たな四国、香川県、香川。おい戦争だな戦争先そっちからさ先にさ上陸さ俺のさ上陸させてもらおうじゃあ。じゃあ36番、36番は徳島です。徳島、はい、はい、徳島。俺は48というゲームをやってるからちょっとわかんのよ。あー、はい、そっちが徳島だったっけ、うん、合ってる合ってる。香川なんかネットゲームなんだかみたいな規制あったよね。あ、あったかもしれない。あったあった、うん、ちょっと問題になってるよね。なんか1時間だけみたいな。あ、ね、あとうどん、うどんですね浅いんだよなそれ言わないようにしたのにみんなうどんって言うんだよな丸亀製麺ないからね。ないね44と45がどっちがどっちだったっけ。そう、俺もどっちがどっちだった。名前はわかるのにってやつよね。うん、俺45わかる。九州で何が残ってるかはわかるけど、どうする、なんか 100% の感じでいけないわ。他のとこは18の方がまだいける。あ、マジ？あ、本当？あ、じゃあもうわかるぜ。そこ行って、え、嘘、うん、18福井でしょ。あーすごい。いや、出てこないな。16の方が出てきてないんだけど、すごく申し訳ないんだけど。牛、福井って何があんの？え？福井は発電所あるよ。いや、どこへでもありそうだ。相手ありそうだな。福井はだ、あのメガネが有名だよな。メガネ工場が有名なところで。へえ。じゃ16分かった、じゃあ福井が分かったってことは。でも16は置いとくわじゃん、俺分かったけど、うん、深井さん分かったんだ、分かる、16分かる。分からないで早くやってよ、じゃあ。やだよじゃあ俺は、39番、ドラボー高知です。これはドラボーだな。高知です。ドラボー、はい、ドラボーじゃないよ、高知が。いや、これ全問正解あるでしょ、さすがに。いや、まあ、今のとこは多分ほんとそうだよね、うん、間違って1問ぐらいだと思う四国の方が自信なかったんだよな。マジでなんかとりあえずそこだけ覚えておこうみたいなとこない、うん、なんか助かるんだけど、むしろ俺四国残ったらちょっとダメだったかも。なんか四国って問題に出されること多いからさ。いいっすか、うん、確かに。あ、いいっすよ、いいっすよ、どうぞ、はい。24番、ありがてぇ、はい、はいはい、三重ですね。ここ三重、すげえ。県庁所在地は上の滋賀が大津で三重が津なんだよ。ちゃんと覚えてなかった。なんです詳しい。短いんだね。ちゃんと補足情報だ。へぇ、だからね、俺。お、じゃあ38いっちゃっていいですか。儲けたんで、はい、みかんです。愛媛です。はい、愛媛ですね。そうですね、はい。あー、苦手な四国埋めてくれて助かった俺。こっからだぞ、こっから何が残るかによるな、ね、マジで。命拾いしたかも。九州やって。いや、でも順番で、もう順番。いや、多分45だと思うんだよな。45か。宮崎が45だと思う。はいはいはい、45いきますね、じゃあ、オッケー。青いでいいの本当に。青い45だったと思う。はい、45宮崎いきます。はい。いいの、土下座か、銭湯いいのじゃあ俺っすね。16でしょ。じゃあ16はあえて飛ばして、じゃあ44番ですね。はい、おー、どうせ、おー、おー、いたですね。おー、いたですね。はい。
さあ、あ、お願いします。いや、まあ、29は分かるんで。はい。ああ、そう、はい、はい、関西来ないでよ。置いといてんだから。29、奈良県だね。うわあ。ここは分かるやつ、分かるやつ。親父の働いてたとこが、はい、こっちなんだ。よかったー。じゃあ、あと任せたわ。あと任せ、あと2個あと2個。あと2個だ。じゃあ、パス。いや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 、どっちか答えて、どっちか答えて。そうだね。待って、何が残ってる？待って、何が残ってる意味になっちゃう。いや、30分かるけど、16マジで出てこないな。30も16も分かるわ、俺。ヒント必要？ヒント必要？マジ？いや、でも30は俺、関西だから分かるよ。ああ、そっかそっか。うん。じゃあ30。やばい、16の件の人は。あれ、俺最後か。俺最後っすか。最後っすね。最後だ。でも、消去法でいけるわけだから、ヌーシーは。もう、一番簡単よ。そう、まだ出てない件があるよ。簡単なら16言えや。じゃあ30で和歌山。16言え。16ちょっと俺。いやー、ちょっと16ですかわいそう。かわいそうだよ。あと言ってないとこ、あと言ってないとこを探さなきゃ。どこだ、あと言ってないとこ。どうだ、何言ってんの。これド忘れなんだよね、きっと。聞いたことある。ド忘れ、全然知ってる、ね、みんな知ってる。出てないやつだ、かぶってないから、出てないやつが答えでしょ。そう。ちさんしか分かってない。俺は分かる。うん、これは確かに俺昔ここの地図が覚えられなくてなかなか苦戦したの。どれが言ってないんだ。ああ、やっぱでもそう出てこないか、ここ。まあでも牛だからいっか、考えてみよう。まあ、まあね、まあ、うん、いやいや、最後はみんなで行こう、みんなでゴールしようよ。そういうもんでしょ、最後。かわいそうだよ、ここの16の県の人が。そうだよ、早く答えてください。牛かわいそうだよ、16の人が。答えてあげないとかわいそうだよ、ガッサン。牛は16は急いでガッサン。怖い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 。ごめん、早くしないと。少し考えろよ。一回考えよ。急いだ方がいい、急いだ方がいいよ。やめろ、人狼の時みたいな言い回しやめろ、怖いから。お前の人狼怖いんだよ、ちょっと。時間つかないよ。わかんないんだな、16の人。16わかんないんだな。ひどいな。みんなより俺とみさん1個多く答えてるからね。そうね、俺らはやる、もうね。じゃあ、ヒント。北海道答えてみてくれ。俺らあんな難しいの言ったのよな。北海道と沖縄行っただろ、お前ら。北海道沖縄コンビだろ。ちげえ、俺は青森だ。じゃあ、ヒントいる？ヒント。ヒントはね、ヒントは、山がつきます。どっちにつくかは言わないけど。わかった。ああ、ごめんなさい。山、まあ、すいません。先だか後だかは言わないけど、山がつきます。え、これ忘れるわ。あるそんなとこ。いやいや、かわいそうだよ。そう本当に。いや、マジ行ったことないもん、本当。山何か、うん、山だよね。どっちかだよね。山何はもう全部悪くない。行くことになるな。じゃあ、確かに、じゃあ山が後ろにつく。何山？ああ、わかった。はい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 。出てないよね、多分。出てない。出てない。ここら辺か。ここら辺か。うん。石川と新潟に。はい。あ、じゃあ全員わかったんだ。よかった。ね。じゃあ全員わかってんのか。じゃあ答えてください。ああ。富山です。あー、正解だ。多分そう、富山ですね。ちょっと富山かわいそうだぞ。ちょっと時間かけちゃって。そうだよ、早く行ってあげないから。ガチさんが、ガチさんが遅いから。いや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 、お前ら完全に忘れてたでしょ。だって忘れてないよ。なんで最後にしたじゃって、あーとか言って。じゃあ一番好きな県だしね、俺らね。そうね、ルーツだもん、俺らの実況の実況のね。じゃあ実況だから。そうそう、富山歩いてて実況しようってなったもんだもん。そうそう、じゃあこれが私のあなたスカイだもん。もう富山に行くしかないですね、我々ね。じゃあ答えしましょうか。じゃあ、まあ、絶対合ってるでしょ。絶対合ってるでしょ、これ。行くしかないですね。あ、答え合わせでこれ一発でなんかって出るの？出るんじゃない？あってもらうと、それも打ってです。4人で協力してんだからできるよ。だよね。そうですね。じゃあ、せーの、はい。得点は？ああ、すごい。すげえ。やった。やった。40。いや、まあまあ4人で出てくればまあ簡単ですね。日本だからね、ガチさん。そうっすか。次世界。これ国だね。次。国国はやばいな。国ほとんど合わない。マジで。
そうですね、まあとりあえず今回は全問正解だ。4人の力を合わせればあの全問正解ですね。でちょっと我々はちょっと富山県に対してちょっと失礼なことをしてしまったかもしれないと思って、富山の方本当に申し訳ございませんでした。本当、はい、富山遊び行きます、そのうち。ルーツだけどな、うん、富山出身なんだから、こっちは、ね、うん、そうだね富山で生まれたんだから、ほぼね、ほぼ富山の、ほぼね。あ、じゃあさ最後に、じゃあ富山の県庁所在地はどこでしょうか。富山合ってるかどうか分かんない。可能性が高いよ。このままエンドカード行かせようとしたから、ね、無言のまま行かせようとしたから